駅周辺のマンション群北口印西牧野原駅は千葉県印西市原一丁目にある北総鉄道北総線の駅である。駅番号は HS13。関東の駅100線に選定されている。当駅前後の区間は千葉ニュータウン鉄道が第三種鉄道事業者として線路を保有し、北総鉄道は第二種鉄道事業者となっている。 当駅と千葉ニュータウン中央駅のおよそ中間地点には天皇前駅を設置する計画もあった。しかし、千葉ニュータウンの開発計画の見直しにより設置は見送られた。開発前の地名は草深であり、駅建設当時の仮称駅名も印在草深駅であった。なお、牧野原の由来に関しては小金木印在木も参照。島式ホーム2面4線の地上駅で、 堀割内に、京城駅舎を有し、ベイり口は、北口と南口に分かれる。駅構内にはエレベーターが設置されているほか、ホーム上には、待合室が設置されている。また、コンコースには、ファミリーマートがある。開業当時は、内側2線を使用しない2面2線の、形態であったが、2000年7月22日の、インバニホー以外延伸と同時に、 民場車両基地が開設された際に2面4線となった。それに伴い、延伸後も当駅始発、終着列車が設定されているほか、車両交換なども行われる。また、2010年7月の形成成田空港線、開業後は、北総線の朝時間帯の上下列車と夜時間帯の上り列車が、当駅で、スカイライナーもしくは、アクセス特急を退避する場合がある。 かつては日中運行される北総線列車の3分の1程度は当駅で、形成高佐護方面に折り返していたため、インバ日本ン遺へは40分間隔が開く場合があった。なお、2012年10月21日のダイヤ改正により市中の当駅折り返し列車の運転区間がインバ日本ン遺まで延長されたため、現在は平日の朝ラッシュ時、 夕方以降を除いて、他の北総線の駅と同じ運転間隔である。2019年度の1日平均乗降人員は15,124人。北総線15駅中、第5位で北総線単独駅では、千葉ニュータウン中央駅に次ぎ、アクセス特急通過駅では最多である。2000年代後半以降は工述する、周辺施設のオープンに合わせて増加傾向にある。 近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通りである。牧野原公園、氷炭山から滝野地区東の住宅地を望む周辺は、千葉ニュータウンとして1990年代後半に開発され、2000年代に入ると広大な土地を利用して、駅周辺に大型商業施設が相次いで開業したことにより発展した。南口には、 ビッグホップガーデンモールインザイ、北口には、牧野原モアが隣接する。また、北口側の千葉ニュータウン2 1住区の開発が行われており、完成すれば、約2000世帯の大きな住宅地となる予定である。なお、北総線及び国道464号に並行してある広大な、開作スペースは、成田新幹線用に、確保されていたものである。 このスペースを利用して国道464号の平行高規格道路北千葉道路が建設されている。印西地区消防組合消防本部牧野原消防署ビッグホップガーデンモール印西牧野原モア千葉県立印馬明成高等学校北総鉄道は駅構内でのロケーション撮影に積極的であり、当駅の場合は駅舎が近代的である上、 車両基地が近く車両の手配がしやすいことから映画などの撮影に使われることがある。成田スカイアクセス線との共用区間ではあるが、当駅には京成電鉄が運行する列車は停車しない。ただし、スカイアクセス線系統、アクセス特急に使用される車両が当駅で夜間対泊をする運用が組まれており、翌朝の当駅始発の普通、羽田空港行き始発電車に使用される。 京成線内特急、都営線内急行、京急線内エアポート急行。急行は下りのみの運行。ありがとうございます。